シャルル・テオドール・フレールは、フランスの、オリエンタリズムの画家である。ベイルートの風景パリの学府出版業者の息子に、生まれた。弟に、風俗画を描いた画家のピエール・エドアル・フレールがいる。風景画家のジュール・コワニエやロマン主義絵画の画家、カミリー・ユロク・プランに学んだ。アルザスやオーベルニュ、ノルマンディなどを旅した。1834年にサロンド・パリに、 ストラスブール周辺の風景画を出展した。中東や北アフリカの風景に惹かれ、1836年に初めてアルジェを訪れ、3年間滞在した。その間、1837年10月にフランス軍についてイスタンブールも訪れた。アルジェで描いた作品は、ビュルテンベルク王国の国王ビルヘルム一世に買い上げられた。1851年頃に、 地中海沿岸や中東を旅した。マルタやギリシャ、トルコを旅し、米ルートやダマスカス、パルミラの風景を描いた。1853年にエジプトのカイロにアトリエを開き、エジプトの総督から米への損傷を許された。1869年のスエズ運河の開通式典に参列するフランス皇帝ナポレオン三世の皇后、ウジェニード・モンティジョにナルシス・ベルシェール、 ウジェーヌ・フロマンタン、ジャン・レオン・ジェローム、シャルル・ド・トゥル・ノミーヌといったオリエンタリズムの画家たちと共に随行した。工房から水彩画の注文を受けたが、不仏戦争とその後、訂正が終わったことで工房に作品が渡されることはなかった。1888年にパリで死去した。ありがとうございます。